大人になって知った叶わない夢もあるのだと。タップダンサーの夢を諦めたゆかは実家で若おかみ修行を始めることに。おかみになってあげてもいいかな。無理ね。なんで？もっと心を込めて。中途半端なことしかできないやつがおかみになんてなれるわけないだろ。そんな彼女に訪れた温泉街の危機。加賀温泉のピンチをみんなの力で乗り越えたいんです。ここにレディカが誕生。これは笑って泣いて心の芯まで温まる感動のハートフルムービー。残念だけど人には人の事情があるってことだよ。おかみは簡単にはへこたれないし諦めない。レディー・カガ。